大和寺とは、現在の奈良県域を指す大和への道や域内を通過する道、特に京都の五条口から伏見、傷を経て大和に至る道を指す言葉である。万葉集に大和寺の日々の小島を過ぎていかば筑紫の小島、面吠えむかもと、幼霊が見られるように、古くから旅情の面向きを醸す言葉であった。近現代の三文においては、 大和のいろいろなところというニュアンスを持って使われる場合が多い。1935年には谷崎純一郎が旅のいろいろという文章で大阪港町駅からの関西本線に乗っての移動を関西線の汽車に乗って春の大和寺を眺めることを楽しみの一つに数えているのであると記述している。1940年代に堀達夫が大和寺 シナノロというエッセイを発表している。堀は1941年秋、奈良ホテルに滞在し、海流王子、秋篠寺、薬師寺、東昇大寺などを準遊しながら、このエッセイを書いた。1941年には、関西急行電鉄が、大和寺草書というシリーズものの観光案内を出版した。写真家、入江康敷地は、実著のタイトルに、 大和寺の文言を何度も使っている。1986年国鉄天皇寺鉄道管理局のあなたとなら大和寺キャンペーンにも大和寺の言葉が使われた。これはあなたとならの奈良を奈良大和寺の奈良との掛け言葉として用いたものである。このキャッチフレーズは2010年のポスターにも使用されている。漫画究極超人 R で主人公たちが 修学旅行に出かけるエピソードが単行本に収録された時の賞味出しにもこのキャンペーンの文言が使用された。1988年には JR 西日本が関西本線の愛称として大和地線と命名。翌1989年には同線を運行する列車の種別名にも大和地快速の名を用いた。2010年に上田正明が 角川選手から観光した奈良、アスカの歴史随筆に山和寺の旅がある。2015年に水森香織はシングル曲山和寺の恋を発表し、その歌詞中には桜井氏の三輪さん、大見渡りが登場する。2019年9月に牧優子は春が咲くのカップリング曲として山和寺を発表。工事園にも要霊として挙げられている。 2010年の早稲田大学教育学部の入試問題に採用された。全国大学入試問題正解国語応文社、ISBN 978から4から01から036335から、ご新聴文庫収録、筑く書房1977年版全集第3巻、収録。井上昭一、法律寺の精神史、角川学芸出版。 ISBN 978から4から04から70万3467から9ありがとうございます。